こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。今回は国際記入のトリレンマのお話です。トリレンマとは、三つのうちから一つしか、選択肢がない状況、という意味で、ジレンマの三つバージョン、ということですね。国際金融政策において固定相場金融政策の独立、資本移動の自由の3つを全て同時に実現することは不可能なので、少なくともこれらのうち1つは諦めなければならないという意味になります。それでは、3つのうちどれを諦めるのか、ということを一つずつ考えていきましょう。まずは固定相場を諦めるケースです。この場合、金融政策の独立と資本移動の自由が成立していることになります。例えば、A と B という2つの国があるとします。A の金利が 5%。B の金利が 10% 高すると、資本移動が自由なので、金利の高い B の方に資金は流れます。すなわち、B の通貨の需要が高まり、それに伴って、その価値は上昇し、逆に A の通貨価値は下落します。日本やアメリカといった、主な先進国はこのパターンですね。さて、この例の場合で、B が輸出産業主体な国で、自国通貨高を嫌がったとします。その場合の対策としては、二通りあって、一つは、A と B の間の資本移動の自由を制限してしまうことです。金利差目当てに移動するマネーを、止めてしまうってことなのか。この例に当てはまるのが中国で、人民元をドルと固定し、金融政策の独立は確保して、資本移動の自由を制限していました。しかし、近年の経済開放路線によって、自由に資本が移動するようになり、加えて、人民元の自由化も完全にはなされていない状況なので、本来ならば、金融政策の自由が失われることになります。でも、最近中国はインフレが、懸念されているので、何回も金利を上げているよね。その結果、高金利目当てのマネーが為替利息なしで流れ込み、それがインフレ要因となるのでまた金利を上げねばならない、という無限ループ状態になっているのが実情です。トリレンマの3つは同時に、成立させられない、ということを、体を張って証明してくれているわけですね。話は、A と B の例えに戻りますが、金融政策の独立は放棄。具体的には、B が金利を A に合わせた場合、金利差目当てな資金の流れは止まり、固定相場の状態が成立することになります。為替レートの変動に悩まされることはなくなりますが、その反面金融政策の自由が失われ、景気対策のために金利を下げたり、またインフレ抑制のために金利を上げたりすることはできなくなってしまいます。これは、ユーロ圏内の EU 諸国に当てはまる例だよね。金融政策は ECB に依存し、EU 諸国は同じ通貨を使っているので実質固定相場、域内の資本移動は自由だし。為替レートと金融政策を共通のものにしてしまうパターンは、金融的な面で見た場合、事実上一つの主権国家となることを意味すると言っても過言ではありません。例えば、大阪府と東京都は同じ通貨を使い、共に日本銀行による金融政策に従い、資本の移動は自由という関係にあります。でもそれだとやっぱり、EU は一つの
主権国家じゃないからおかしなことになるんじゃないか、ということになっちゃうよね。さて、1997年に始まったアジア通貨危機も、実はこのパターンによってもたらされました。当時、東南アジアの国々は、通貨をドルと固定し、積極的に外国からの投資を受け入れ、そして金融政策がアメリカと連動する形をとっていました。その結果、通貨レートが実体経済と釣り合わない水準になってしまい、その歪みをヘッジファンドに使われる形となったのでした。アメリカと東南アジア諸国が一つの主権国家になるなんて無理な話だしね。結局国際金融の世界ではこのパターンを選べば常に絶対安全なんてものはなく、状況に応じてトリレンマの3つのうちから取捨選択しないといけないということだよね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。